古川優里は、佐賀県竹尾市出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属、高校野球の経験者である父親の影響で、竹尾市立竹内小学校の3年時に投手として、野球をはじめ、竹尾市立竹尾北中学校への在学中には、投手や三塁手として、佐賀県の中学野球大会へ出場した。佐賀県立有田工業高等学校への進学後は、 一年夏からのベンチ入りを経て、二年秋から AS の座を確保。三年時の5月から6月にかけて開催された第60回 NHK 杯佐賀県高等学校野球大会では、決勝戦で敗れながらも通算投球イニング40回に3で40奪三振を記録した。夏の全国高等学校野球選手権佐賀大会では、 決勝までの5試合通算で47三振を奪い、いずれの試合でも1点差の関東勝利を記録。学校創立114年目にして、チームを春夏通じて、阪神甲子園球場での全国大会初出場へ導いた。本大会では、大垣日本大学高等学校との1回戦で、当時の自己最速記録であった時速148キロメートルを記録。 5回までに3点を失いながらも、チームは逆転勝利を果たした。床派学園菊川高等学校との2回戦では、桑原樹から公式戦では、初めての日本塁打を喫するなど、4回までに5点を失った末に、チームも敗戦。この年の夏の選手権大会では、佐賀県大会2回戦からの7試合で、通算935球を投げた。その一方で、 4番打者も務めていたことから NPB 球団の一部からは打者として評価されていた。東北楽天ゴールデンイーグルスなどの NPB8 球団から調査書が届いたことを受けて3年夏の選手権大会後の2013年9月にプロ志望届を日本学生野球協会へ提出し10月24日に開催された。 NPB ドラフト会議では楽天から4巡目で指名。契約金3000万円、年俸600万円という条件で入団した。有田工業高校出身者からの NPB 入りは初めてで、背番号は60。2014年8月3日、水林グリーンスタジアムにて2014年、シーズンの大半を二軍で過ごしたが、八月十二日のイースタンリーグ公式戦では、 千葉ロッテマリーンズを相手に批判だ6の完封勝利を記録。9月14日の対埼玉西武ライオンズ戦7回裏に、救援投手として一軍公式戦デビューを果たした。一軍監督の星野千一が、若手選手を積極的に起用する方針を打ち出したことによる抜擢で、この年のチームの新人選手では6人目、高卒の新人選手では3人目のデビューであった。 一軍公式戦には通算で2試合に登板した。オフに現状維持の推定年俸600万円で契約を公開した。2015年春季キャンプ中に右肘公式戦期間中の夏前に右肩を痛めて戦線を離脱した影響で一軍公式戦での登板機会がなかった。イースタンリーグ公式戦でも10試合の登板で0勝2敗。 防御率7.240にとどまったが、シーズン終了後に参加したフェニックスリーグでは、チームトップの4試合に先発した。オフに、現状維持の推定年俸600万円で契約を公開した2016年、イースタンリーグの公式戦では、チームトップタイの6勝、防御率2.60という好成績をマーク。一軍でも4月10日に2年ぶりの昇格を果たし、 公式戦六試合に登板したが、防御率が7.71に達するなど、イースタンリーグほどの成績を残せなかった。オフに、50万円増の推定年俸650万円で、契約を公開した。2017年、岸高行や安楽里次第など、先発陣が開幕直前に、相次いで戦線を離脱したことから、4月2日に、オリックス・バファローズとの開幕カード第3戦で1。 10月5日の対ロッテ戦では、1軍公式戦初の無支球関東を記録しながら、2から2の同点で迎えた9回裏西2.3塁から、井上春近の内野安打で、サヨナラ負けを喫するなど、高騰しても報われない試合が多く、5試合の登板で、0勝2敗、防御率は4.15を記録。イースタンリーグの公式戦では、十七試合の登板で八勝四敗。 防御率2.81を記録。オフに100万円増の推定年俸750万円で契約を公開。12月24日に婚姻届を提出した。2018年公式戦の開幕を2軍で迎えたが、イースタンリーグ公式戦では5月下旬までに7試合へ登板し、4勝を挙げるとともにリーグ1位の防御率0.61を記録した。 セパ交流戦が開幕した5月29日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、先発投手として、シーズン初の一軍公式戦登板。1点ビハインドの4回表に死1.2塁で、迎えた第2打席では、一軍公式戦初安打、初打点。しかし、直後のピッチングで2点を勝ち越され、5回3失点で、黒星を喫した。次に先発した6月5日の対、 読売ジャイアンツ戦では、序盤から再三にわたって得点圏に走者を進められながらも、5回を6飛安打1失点に抑えた、末に、プロ入り5年目で1軍公式戦での初勝利を挙げた。ヒーローインタビューでは、長かったので、本当に、心の底から嬉しかった。今は、やっとプロ野球選手になったという気持ちとコメントした。以降、先発ローテーションに定着。 勝ち星は伸びず、4勝9敗に終わったもののチーム4位の98投球回を投げて、先発の谷間を埋める働きを見せた。オフに850万円増の推定年俸1600万円で契約を公開した。2019年、投手会長に就任。開幕一軍入りを逃し、4月25日にシーズン初登録。 6月23日に登録抹消されるまで8試合に先発し、1勝2敗、防御率6.34を記録。2019年7月7日、読売ジャイアンツの和田恋と交換トレードが成立したことが発表された。背番号は和田が着用していた67。7月24日の対東京ヤクルトスワローズ、1000で遺跡後初登板。 初先発を果たしたが、4失点を喫し、初回限りで降板した。その後は9月23日に中継ぎ登板した東京ヤクルトスワローズ戦で5回から3イニングを、パーフェクトに抑え5奪三振。山田哲人、ウラディミール・バレンティンを三振で抑え、移籍後初勝利を挙げた。移籍後は3試合の登板に止まった。オフに、現状維持の推定年俸1600万円で、 契約を公開。背番号4 2に変更した。2020年、オープン戦で校長を維持し、開幕一軍入りを果たすも、1週間後の6月25日に、登録抹消されると、10月6日まで二軍でプレーした。最終的に、すべて中継ぎで5試合登板、0勝0敗、防御率11.57を記録。オフに、 300万円減の推定年俸1300万円で契約を公開した。背番号を63に変更した。最速時速153キロメートルのストレート、スライダー、チェンジアップを持ち玉とし、中でもスライダーのキレを評価されている。高校2年までに登板した、対外試合では、マウンド上で感情をあらわにすることがあった。エースとして望んだ2年秋の佐賀県。 大会準々決勝で佐賀県立神崎生命高等学校に敗れたことを境に体力の強化に励んだ結果、ストレートの球速が時速10キロメートルほど上昇。変化球のコントロールも改善したことによって脱参進数が増えた。3年夏の選手権佐賀県大会では感情を一切顔に出さないほどのマウンド度胸も NPB 球団のスカウトに評価された。 中学2年生の時に、実母が運転する自家用車に同乗中、踏切内で座り込んでいた女性を目撃し、女性を踏切の外へ運び出して救護したことにより、佐賀県警察竹を警察署や佐賀県教育委員会から表彰を受けた。書道8段の腕前を持ち、少年時代は巨人ファンで松井秀樹のようなホームランバッターを目指していた。2016年、 推定年俸600万円ながら、自らを追い込むために、約550万円の高級スポーツカーを購入した。ありがとうございます。